J リーグ入りを目指すチームは今月27日の試合でシーズンの半分を終えました。監督、選手たちにシーズン前半を振り返ってもらいました。6月、 FC 町田ゼルビアは苦しい状況にいました。先月23日のガイナーレ鳥取戦以降、2連敗で5月を終え、6月に入ってからもソニー仙台に敗れ3連敗。さらに続くホンダロック戦では相手のオウンゴールでかろうじて引き分け、4試合で勝ち点1にとどまりました。選手たち最後まで頑張ってくれて、その中で狙った通りかどうかは別として、取った勝ち点1を今後にどうつなげるかってことなのかなというふうに思います。こうした状況で迎えた19日の横川武蔵野 FC 戦、後半10分に勝又義則選手のゴールで先制するもすぐに失点。33分には木島亮介選手が勝ち越しゴールを挙げますが、3分後に再び同点に。点を取っては追いつかれる展開の中、ロスタイムに勝又選手が勝ち越しのゴール。苦しい試合を3対2で制し、およそ1ヶ月ぶりの勝利をもぎ取りました。苦しい時に我慢強く、選手、そしてスタッフも含めて、やってきたことが一つ結果につながったのかなというふうに思ってます。サッカーに対する考え方というものは変えずに、やってきてますので、そこの部分というのをですね、やり続けてこれたことが、そこの勝利につながったと思ってます。シーズン前半最後の試合となった27日のジェフリザーブズ戦も2対1で勝利。これでシーズンの前半を3位で折り返すことになり、この時点での JFL 上位3チームに与えられる天皇杯への出場権も獲得しました。シーズン始まる前に前期で3位以内天皇杯出場っていうのを目標にしてたんで、もちろん先は長いですけど、昇格が上がるための順位っていうのはありますけど、前期っていうので区切れば3位以内っていうのは最低条件だったかなっていうのを思ってます。自分たちは今年からプロ契約として、午前中練習してっていう環境が整ったっていうの面で、体調の面に関して、みんなうまくできていると思っています、ここまでゼルビアは17試合で10勝5敗に引き分け、11得点の木島亮介選手を中心にリーグトップの39得点を挙げました。 JFL という、カテゴリーに初めてプレーさせてもらってるんですけど、波が激しいチームだなっていうのは客観的に結果だけを見て思ってますけど、で、個人としては納得のいくっていうか、納得いってたら、そこで終わりなんで、さらに、やっぱ前期で11点かな、それ以上の数字を残せるように頑張っていきたいと思います。シーズン前半を相馬監督はこう振り返ります。足りない部分というのは大きいです。正直もっと取っていたいっていうのはね、当然、なんですけれども、それだけでは、それだけって言ったらおかしいですけども、もう帰ってこないので、ここはね、とりあえずもう17試合あと残ってるだけ、前期後期というよりも本当に残りの17試合で、ちょうど半分ではありますけれども、やはり前期以上の、ポイントを取れるように、したいなっていうふうには思ってます。その残り17試合に向けては、やはりリーグ戦ですし、勢いでは、結果は出ないというふうに思ってますので、そういう意味ではサッカーが本当の意味で自分たちの人生の一部にならないと、その時だけとかそこに合わせてとかっていう世界では正直ないので、
自分たちの力を発揮してっていうゲームをですね積み重ねていく、そしてシーズンを終わった時にきちんと自分たちの欲しいものを手に入れられるようにしたいなというふうに思ってます。 JFL は残り半分、ゼルビアは強い気持ちを持って J 昇格への挑戦を続けます。